三種類の弾丸、アンジャケッテッド、フルメタルジャケット、ホローポイント弾 9x19mm、パラベラム弾 9mm ルガー弾 9x19mm ナトーダ弾は、ドイツの複数の重機、弾薬製造会社が合併して設立された、ドイツ武器弾薬工業が開発した、拳銃用の実縫、7.65mm ルガー弾の強化版である、 玉対直径 9mm、薬莢の長さが 19mm なので q x 1 9とも表示される。この玉は反動が比較的弱いが非常にフラットな弾道を示す。優れた点は小さく横断層化が容易であることと実法の製造に対した原料を必要としないところにある。現在では世界で最も広く使用されている弾薬であり、 民間でもこの弾を使用する消火器が広く使用されている。さらには第二次世界大戦以降、世界で使用される短期間重要弾薬の主流でもある。パラベラムの名はラテン語のことわざ SIVISPARCHEM、パラベラムに由来している。そしてこれは DWM のモットーでもあった。価格は50発あたり約12ドル。 7.65X21mm パラベラム弾を元にして、ゲオルグルガーは DWM で 9X19mm パラベラム弾を開発し、それをイギリスのビッカース社を通じて英国消火器委員会に自身が開発したルガーを 9mm にネックアップしたものと一緒に提出した。1903年には3タイプの 9mm 弾がアメリカ陸軍に提供され、 スプリングフィールド造兵賞にて実写実験が行われた。1904年には自国、ドイツもその新型弾に強い興味を示すようになった。初期の 9X19mm パラベラム弾は 7.65X21mm 弾に特徴的であったボトルネックを配しただけのものであり、わずかにテーパーのかかったリームのない薬莢を使用していた。 1910年に弾丸が再設計され、より自動装填に適した形に改められた。薬莢部分のわずかなテーパーはそのままであるため、サブマシンガンで使用される、装弾数が30発程度の弾装は、MP5 ヤンプ級のように湾曲しているものも一部存在する。第一次世界大戦終了後からは各国に採用され、世界中で幅広く使用されるようになる。 第二次世界大戦中のドイツでは鉛の使用を抑えるため、それまでの鉛芯を鉄芯に変えて鉛で周囲をコーティングした弾を開発した。これは弾丸が黒色であることが外見的特徴であり、ピストランペイトロ208ミッドアイゼンカーンと呼ばれた。また、戦時中にはピストランペイトロ 208SE という弾丸も開発され、 弾丸が暗褐色という外見的特徴を持っていた。これは鉄粉を高温で焼結形成して作ったものである。特殊弾として薬莢底部に X の刻印が入って薬莢全体が緑色に塗られ150グレーンという重い弾丸を装備した実砲も戦時中に開発された。これはサプレッサーを装備した銃に使用する青ん側弾であり、当時の他国でも 同じタイプの弾丸が開発された。第二次世界大戦後には精度を向上させるため、弾体重量を6から8%ほど増やして8ムに変えられた。1986年に FBI で旧式の7 4ムの弾体を持つ弾と後期型の重量弾でトライアルが行われ、新型弾の方が命中時に対象に効果的に打撃を与えられるという調査結果が出て、 以降、警察でも 8g の弾丸が採用された。現在では 9.5g までの各種 9mm 弾が販売されている。ありがとうございます。